ハピネス賞に選ばれたのは、バトンスタジオ賞ジュニアです。おめでとうございます。おめでとうございます。続いてドリーム賞に選ばれたのは、ハレアです。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、地域会場賞に選出されたチームの発表を行います。地域会場賞は各地域会場独自の審査方法によって選ばれる栄えある賞となっております。今年は玉子公園ステージ会場、兵庫町商店街パレード会場の2つの地域会場賞が贈られます。こちらも受賞されたチームの代表者2名はステージ裏側にお集まりください。では発表いたします。まず玉子公園ステージ会場賞は、総勝機です。おめでとうございます。そして兵庫町商店街パレード会場賞は、和音そして勇敢踊り子一座ひまみとです。おめでとうございます。おめでとうございます。また発表しました地域会場賞ですが、今年は各会場に異なる審査基準を設けました。その基準を踏まえた上で、各会場の最も盛り上げたチームが選ばれました。この時間にその地域会場賞の審査テーマ、審査基準を順に紹介したいと思います。まず玉子公園ステージ会場賞の審査テーマは、見せろよさたかくん。審査基準は衣装や隊列の見せ方です。そして兵庫町商店街パレード会場賞の審査テーマは、羽ばたけよさたかくん。審査基準は一体感、お客さんを巻き込んでいるかです。このようなテーマと基準を踏まえた上で、各会場を最も盛り上げたと思う1チームずつが選ばれました。先ほど発表いたしました地域会場賞、ハピネス賞、ドリーム賞の表彰式を、これからね行いたいと思います。選ばれた各チームの代表者2名にステージに上がっていただきましょう。会場の皆さん、大きな拍手でお迎えください。おめでとうございます。それではまずハピネス賞を受賞されましたバトンスタジオ賞ジュニアの皆さん、中央にお願いいたします。皆さん、もう少し前の方にお願いいたします。はい、表彰状を渡しますのは、第4回よさこい高松祭り実行委員長、高山香乃です。ハピネス賞、バトンスタジオ賞ジュニア殿、キーチームは本祭りにおいて若い力で会場を盛り上げ、素晴らしい演舞を披露されましたので、これを賞します。令和元年10月6日第4回よさこい高松祭り実行委員長、高山香乃。おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。それでは元の位置にお戻りください。ありがとうございます。続きまして、ドリーム賞を受賞されたハレアの皆さん、代表の2人とも、中央にお願いいたします。かわいい。かわいい。賞状、ドリーム賞ハレア殿、キッチームは本祭りにおいて少人数ながら迫力のある素晴らしい演舞を披露されましたので、これを賞します。令和元年10月6日第4回よさこい高松祭り実行委員長、高山香乃。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。
それでは元の位置にお願いいたします。続いて地域会場賞の表彰を行います。それでは玉藻公園ステージ会場賞を受賞された総勝旗の皆さん、おめでとうございます。賞状、玉藻公園ステージ会場賞総勝旗殿。キッチームは本祭りにおいて会場のテーマに沿った素晴らしい演舞を披露されましたので、これを賞します。令和元年10月6日第4回よそこい高松祭り実行委員長高山香乃。おめでとうございます。ありがとうございます。大きな拍手をお送りください。なお京都町商店街パレード会場賞を受賞された和音、そして勇敢踊り子一座ひまびとの皆さんは都合によりこちらにいらっしゃらないので、後日実行委員会より賞状をお渡しいたします。皆さん本当におめでとうございます。今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは、スタッフの指示に従ってご退場の方をお願いいたします。ありがとう。拍手でお見送りください。さて皆さん、いよいよ第4回よさこい高松祭りもクライマックスを迎えます。これよりファイナル授賞式を行います。それでは先ほどファイナル演舞を終えました6チームの代表者の方にステージまで上がっていただきましょう。呼ばれたチームの代表者2名の方はステージへお上がりください。香川大学よさこい連風花、四国よさこいチームやっかんこ、岡山うらじゃ連四季、高知学生旅芸人、岡山うらじゃ連朝日、岡山うらじゃ連れんげ。まずはじめにファイナルに選出されていました6チームに賞状を授与させていただきます。代表者の方、呼ばれたチームの代表者の2名の方は、ぜひともね、ステージの方にお願いいたします。これよりはファイナル演舞を終えました6チームの代表者の方に、ね、ステージに上がっていただきまして、賞状の方を授与させていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。ください。ありがとうございます。さあそれでは賞状の方に移りたいと思います。賞状授与は実行委員長高山より行わせていただきます。それではまず香川大学よさこい連風花の皆さん、ステージ中央へお願いいたします。優秀賞香川大学よさこい連風花殿。キーチームは本祭りにおいて会場を盛り上げ素晴らしい演舞を披露されましたので、これを賞します。令和元年10月6日第4回よさこい高松祭り実行委員長高山香乃。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして四国よさこいチーム逆下無双の皆さん、
おめでとうございます。賞状優秀賞四国よさこいチーム白河無双殿以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、岡山裏ジャレン四季の皆さんお願いいたします。賞状優秀賞岡山裏ジャレン四季殿以下同文です。おめでとうございます。続きまして高知学生旅芸人の皆さんおめでとうございます。賞状優秀賞高知学生旅芸人との以下同文です。おめでとうございます。続いて岡山裏ジャレンレンゲの皆さんお願いいたします。賞状優秀賞岡山裏ジャレンレンゲ殿以下同文です。おめでとうございます。続きまして岡山裏ジャレン朝日の皆さんおめでとうございます。賞状優秀賞岡山裏ジャレン朝日殿以下同文です。さあ皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。改めてファイナルに選出されたチームの皆さん、誠におめでとうございます。それではお待たせしました。審査の結果が出たようです。これより第4回よさこい高松祭り大賞・準大賞の発表を行います。まずは第4回よさこい高松祭り準大賞から発表いたします。第4回よさこい高松祭り準大賞は岡山裏ジャレン四季です。それでは岡山裏ジャレン四季の皆さん、賞状をお願いいたします。賞状準大賞岡山裏ジャレン四季殿キーチームは本祭りにおいて観客を魅了する素晴らしい演舞を披露されましたので、これを賞します。令和元年10月6日第4回よさこい高松祭り実行委員長高山香乃。おめでとうございます。おめでとうございます。ここで受賞されました岡山裏ジャレン四季のお二人に一言いただきたいと思います。お願いいたします。悔しいです。でも難しいことは言えないので、来年は大賞を取りに行きます。
とうございました。おめでとうございます。それでは元の位置にお願いいたします。さて、いよいよ第4回よさこい高松祭り大賞の発表です。では発表いたします。第4回よさこい高松祭り大賞は、このチームです。岡山浦賀連れんげの皆さんです。おめでとうございます。皆様盛大な拍手をお願いいたします。賞状、大賞岡山浦賀連れんげ殿、キーチームは本祭りにおいて観客を魅了する素晴らしい演舞を披露されましたので、これを称します。令和元年10月6日第4回よさこい高松祭り実行委員長高山かの。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは大賞受賞されましたレンゲのみんなお二人にコメントいただきたいと思います。初めて1回生で出させていただいて、こんな大舞台で大賞を取ることができて本当にいい思い出になりました。応援ありがとうございました。私たち岡山浦賀連れんげは今年で10周年を迎えました。10年前から私たちの気持ちというものは変わりません。それは私たちの故郷岡山の浦賀というものをぜひ皆さんより多くの人に知っていただきたい、そういう思いでここ10年活動してまいりました。そしてこの今回の祭りでもその私たちの思いを皆さんに届けることができ、結果大賞というものをいただけて大変光栄に思っております。皆さん本当にありがとうございました。おめでとうございます。改めて大賞受賞されました岡山浦賀連れんげの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。さあ皆さん、今一度ファイナルチームの皆さんへと盛大な拍手をお願いいたします。皆様本当におめでとうございます。これをもちまして第4回よさこい高松祭りファイナル授賞式を終了させていただきます。今回ファイナルに選出されましたチームの皆さん、そしてこの2日間ここ高松市中央公園メインステージ会場を含む全3会場を大いに盛り上げてくれた全ての踊り子の皆さんに、皆様今一度大きな拍手をお願いします。そしてスタッフの皆様、そしてよさこい高松実行委員の皆様にもぜひともね大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあ皆さん、大賞チームの素敵な演舞もう一度見たいですよね。ねえ皆さん、もう一度見たいですよね。さあそれでは踊っていただきましょう。岡山浦賀連れんげの皆さんの演舞です。よろしくお願いいたします。これより準備の方を行います。